マリアンヌ・ノースマリアンヌ・ノースは、イギリスの旅行家、博物学者、植物画家、イーストサセックス、ヘイスティングス出身、名家である、ノース男爵の家系に生まれた。父、フレデリック・ノースは1831年から1869年まで、庶民院議員を務めた人物であった。イギリスの首相となった第二代にルフォード伯爵、フレデリック・ノースとも遠赤関係にある。 オペラ歌手、シャルロット・セントン・ドルビーの下で声楽を習ったこともあったが、1855年の母の死後は、父と共に各国を回った。ノースの植物が1869年に父親も、亡くなった以降は、世界各国を回り植物の写生を行っている。1875年から1876年に、かけ、日本を訪れており、横浜、神戸、 京都などの都市を回っている。彼女の死後ロンドンにある王立植物園、旧ーガーデンには彼女の植物が収めたマリアンヌノースギャラリーを開設した。またカテツカノノルティア族など彼女にちなんだ名前を持つ植物もある。ありがとうございます。